地方公共団体情報システム機構は地方公共団体情報システム機構法に基づく地方公共団体が共同して運営する組織である地方共同法人2014年4月1日設立2021年9月1日のデジタル庁の設置に伴い国の関与が強化され国地方管理法人となった前身である 財団法人地方自治情報センターは1970年に設立され2014年4月1日に解散した。同センターは2003年から稼働した住民基本台帳ネットワークシステムの全国センターを運営し、都道府県知事の委任を受けて本人確認情報を一括処理した。同センターの権利と義務は2014年4月1日に、 地方公共団体情報システム機構に承継された。平成21年の調査によれば、役職員149名、常勤役員4名、非常勤役員10名だった。地方自治情報センターは、旧自治官僚の有力な甘下り先であり、歴代理事長の大半を旧自治事務次官経験者が占めていた。地方自治情報センターの全国センターにある、 データセンターやサーバには日本国民の個人情報が集中している。そのため総務省は全国センターの所在地をテロリストの標的になる恐れがあるとして公表していない。ありがとうございます。